神高橋優太選手の青白コントロール対挑戦者滝村克之選手のドレッジの対戦になります。アロサウルス意外といるんですけど、まあ、やっぱりちょっと安定性、はい、もう一歩まだちょっと出来が完成しきってないっていうイメージはありますね。またちょっと単純に母数が少ないというのもあると思いますが、あのデッキもいじるとこないんよ。いや、まだまだあると思います、はい、細部は特に結構でもキーパーツは決まってますね。そうですね。さあまずお互いタップインから一旦目は動かずという展開になります。木村選手もハンドリアンドの再開がそうですね、まあ、ただこれは高橋選手が初手に来てほしいと願っていたあのカードで、はい、さあアンタップして2ターン目アリバナからアンドン再開、コストは溝の保護体と強血鬼、まあ、ドレッジカードが落ちてはいないですが、これ滝村選手ちょっと難しいです。絶対にドレッジカードが単純にないのか、それとももう打ち消されることを想定して墓地に単純に強いカードを2枚落とした、うん、これだとセットアンドするだけで両方返ってくるんで、うん、ここは指定の力、そしてコストはこれまでなかった光景ですね。モダンでフルタップからカウンター飛んでくるっていう、バテフェリーをコストにして否定の力、ドレッジの初動を弾きました。さあまあゲームはここからというところだと思いますが、そうですね、滝村選手も本当に土地置くだけで黒が5点になるんで、ただ高橋選手も今手札に流刑への道が2枚あるので、今のところかなり高橋選手のペースでゲームが進んでいきそうです。滝村、うん、選手はここでかなり考えてはいますが、一応ここは普通にフェッチを置いて氷結機を場に戻しました。でも誘発してるっぽいんでターン終了までいってますかね、うん、ここで週末がめくれてしまうと、そうですね、いきなりさすがに怒らず、まあ、ただ高橋選手も熟でしのいでいきそうですからね、はい、まずは流刑への道で溝の方向隊を追放せました。高橋選手グーランドですね。お互いにグルランドなかなかにすごい高橋選手は結構グルランド使っていることは有名ですけど、高橋選手も使ったんですね。僕アンちゃんに憧れて、結構アンちゃんちょっと前までユーロランド使ってて、アンちゃんの沼綺麗だなと思って A モード揃えたんですけど、アンちゃんグルランになってましたね。さあ2枚目のグルラン最近青白って結構氷雪、はい、関節、はい、あのスノーカバードランドが入ってることが多いんですけど、アンちゃんはグルランが使いたいがゆえにこれなんじゃないかという強制にする理由って何かあるんですかね。いや特にないんですけど、逆にしない理由がないんですよね。しないことによってあのそのスノーカバード関連のカードが入ってないっていうのがバレちゃうん で、 で基本的にはスノーカバードにしておいた方が得なことが多いですが、なんかあのスノーカバードランドにつけるエンチャントでクリーチャー追放したりとか、 あ、 あ、 ります、ね、あとはまあ沼が必要ですけど、あのスノーカバード分マイナスするとかお得ですか、はい。さあ結構竹村選手の墓地を肥やすカードはことごとく否定の力で消されてしまう、うん、そうですね、ここまでも完全に高橋選手が抑え込んで、いや否定の力しかもさっき数値で打ってたんで、それも強いところですよね、3マナっていう軽さ。竹村選手の場には強血鬼のみということで、まあ、クロック自体はかなり遅い状態なのかなと。ここはちょっと攻めあぐねているように見えますが、赤一番タップして燃焼 X0 ですかねからの2枚捨てて、おーもう徹底して燃焼で2点与えます。まあ、これによって秘蔵の保護体と強血鬼が墓地に送られると。さあこれでクロックも一気に2パンまで増えたので、
これで2つ復活すれば7点ですね、合計で。まあ、フェッチランド場にあるんで、はい、もう好きなタイミングで一応2体戻すことができるんで、高橋選手はちょっと今手札が春章と土地土地なんで、うん、まあ、しかもちょっとねこのタイミングで奇跡してもしょうがないんで、春章から、選択 などを使おうとしたんですが、ちょっとタイミングを考えてますね。まあ、このフェッチランドがあることによって相手のターンに氷結機と方向体戻すことができる、ね、そうですね。その後に高橋選手は、はい、滝村選手は ターンでオプトを使ったりして奇跡を狙うか、うん、まあ、滝村選手もリソース自体もかなり使い果たしているんですけど、まあ、土地を引かれるだけで氷結機とかまた簡単に戻ってきちゃうんで、さあターン終了を受けてどうするか。ここどう動くかって結構難しいところですかね、やっぱり。まあでもちょっとこのクロックだと踏み込まざるを得ないと思うんで、うん、まあ、おそらく第2メインフェーズ中に強血球戻して、うん、一応これ第2メインフェーズ中でやるんで、高橋選手が第2メインフェーズに戻るんで、もう一回何かソーサリーのアクションをしたりもできます、うん、そうしないと保護体が返ってくるのが、滝村選手のエンドになっちゃうんで、これが終了ステップの開始時に誘発ということですね。そうですね、はい、さあここで竹谷選手動きました。フェッチランド切って氷結機と秘蔵の方向体戻してくるでしょう。踏み直される地を持ってきて上陸が誘発します。さあここで高橋選手動くか、ここも竹村選手エンドにした、戻さない、このタイミングで、そして高橋選手をドローゴに廃墟の地を使って地の墓所を割りに来ました。これはどういう意図のプレーでしょうか。どうですかね、もう単純に、はい、まあ、土地あと1枚ですし、そこまでまあ今の廃墟の地自体には意味はないと思いますけど、白物欲しかったとか。いや、それもまあ特にこのタイミングならそうですからね、うん、まあ、上陸がなんか一番使いづらくしたっていう感じですか。まあ、単純にまあいつでもいいんだったら今かなっていう感じな気がしますけどね、うん、マナもオプト行かないんだったら、まあ、マナもちょうど余るような格好ではあるんで、はい、まあ、なのでこれを起動したってことはオプトはこのターン打つ気はないのかなと思いましたけどね。さあここで竹村選手は強血機2体でアタック。さあターン終了時には方向体が返ってきます。うん、高橋選手、まあ、はい、奇跡を狙うんだったら1回我慢して食らって、ここは春章の魔導士からの流刑の道、春章ブロック、春章で強血機をブロックしてフラッシュバックをつけた流刑の道で氷結機を追放。さあ竹村選手盤面には何も残らず、あと失礼しました方向台が返ってきましたが、ただもう土地もないので氷結機も返ってこず、おっとここで週末これすべきですよね。まあ、でも竹村選手としてはクリーチャーがまあ1体だけだったので、まあまあマシかなって感じですね、はい、さあそしてここで何もない状態での神ジェイスプラス2で相手はデッキを見て一番上に置くか下に置くか、このタイミングで悩む、なんでしょう、上土地とか、いやーどうする、もうちょっと強いカードな気がしますけどね。まあ、でもアンダー再開クラスだともうすぐに下だと思うんで、なんだろうな、これはトップに置きました。ステエンド、アンド再開。再開、まあ、このターン打てないからという判断なのか。さあそして高橋選手はジェイスのゼロ能力で手札整えていきます。まだちょっと弱いですね。フェッチとオプトはあるんですが、
どうですか、高橋選手的にはナーセットですかね、最高なのは。ナーセットが置かれると多分あれですよね、発掘がそもそも起こらないですよね、痴漢できるのかな。多分どっちか選べるんだと思うんですけど、だったら高橋選手も今選択肢が一応手札にないんで、このままだとアンドの再開で滝村選手が発掘を開始してしまうこともありえますね。さあそして下ふとおお、ナーセット来ましたね。これは結局できなさそう。できない、代わりにじゃないんでできなそうですけどね。引くことができないんで、そもそも発掘と痴漢ではないと思います。でこのままだとアンドの再開を打たれたとしてもカードは引けないと。あ、でもドロー自体がドローしてないことになるからできるのかな。いや確かできなかったんです、これ調べたんですけど。痴漢と痴漢だったら好きな方選べるんですけど、ナーセットはそもそも痴漢じゃなくてドローができないんで。さあそして宇田に週末が加わって、はい、さあ滝村選手今引いたら2枚目のランドアンドの再開。あ、痴漢やっぱできないっぽいですね。さあ高橋選手、はい、渾身のナーセットトップデッキにより、さあプレインゾーカどんどんと盤面に追加していきますね。そしてテフェリー出ました。これはかなりもう盤石という感じになってきたか。さらに3枚引きます。もうこれは完璧ですね。さすがに否定の力も手札に加えました。手2枚返ってターン終了。これは何もできず竹村選手そのままターンを返します。その間にも高橋選手はどんどん手札を整えていきます。もうゼロだった手札があっという間に6枚。気がつけばキッパペ最初キッパペ何のことか全く分かんなかったんですけど、確かにアリーナで出すとアリーナではねっていう、そういう感じの声が出てくる。キープアップザペースって言ってるんだと思いますけど。さあそして展開の列中をクリーチャー化してアタック。もう高橋選手的にはもう勝ちにいった。そうですね、もういろんな方面で。木村選手としては安堵の再開で託そうとする。そうですね、もう単純にディスカードする手段として。これも謎めいた命令でカウンターします。これはでもただ単純にドローしたかった、うん、多分できないと思いますけどね、先ほど調べた感じだと、はい、できないと思います。できないですよね、はい、痴漢することはできないんで、代わりにっていう効果ではないのでナーセットの方が。さあこれで高橋選手はさらに手札を整えつつ展開の列中でアタックしていくという展開になっていきました。3手入ってない理由が聞きたいところですけど、結構最近どうなんですかね。モダンで1枚は結構入ってることが多いんですけど、はい、まあ、高橋選手前聞いた感じそんなに強くないって言ってた気がしま す、 ね。ですね、強い抹茶めちゃめちゃ強いですけど、ね、やっぱ同型とかもいきなり片方だけ操作になるとほとんど終わってしまうんで、うん、あらこれもうランデスモードに。そうですね、もうローンを打てないもう残されたのは山2つ。吉田君本当何でも触れますね。
何でもできますね。できないことの方が少ない、はい、カウンターもできるしパーマネントは何でもされるし土地ですらもということで、そしてジェイスでトップデッキを検閲と、もう本当に盤石ですね、はい、そして発掘はナルコメーバが誘発します。ただもうこれは高橋選手にとってはそうですね、墓地に保護隊もいないですよね、はい、燃焼も1枚使ってるしチルも、今1枚捨てたんで残り3枚しかなくて、なのでどうやってもなかなか届かないですね。さあそしてバウンス、ジェイスでバウンスこれはさすがにありとあらゆる方面で、はい、手札使わずにちょっと対処されちゃうと心が僕だと折れてしまいますが、上村選手はまだ勝ち筋を探しています。しかし滝村選手ここは投了ということで、ちょっと滝村選手の方があまり最初に動けなかった。そうですね、やっぱり最初の否定の力が刺さってしまった感じですね。さあ第14期も男子決定戦第1ゲームは青白コントロール高橋選手が勝利いたしました。一応その落としたカード自体はカウンターされてもいいような布陣ではあったんですけど、やっぱり単純にサンドローを邪魔されてるんで、うん、その分は結構大きいですね。そうですね、土地も置きたいタイミングで置けなかったりもしますし、やっぱり発掘持ちのカードがキーにはなっていると思うので、それがなかなかできそうです、序盤全然できなかったっていうのも大きかった、大きいと思いますが、さあというわけで第2ゲーム目に移ります。2ゲーム目はサイドボードなし、第3ゲームサイドボードは第3ゲームからという形になります。まあ、やっぱりけど本当に否定の力はすごいですよね。もう前までの青白コンだったらもうそのまま押し切られてそうな展開でしたけど、否定の力はゲームを全然違うものに変えてしまった。今この追放っていう効果は必要だったみたいな、うん、そうですね3まで普通に打ててしまうことを考えると本当に強いカードですね。このカードは本当に絶妙だなと思いますね。なんかあの、はい、ハレプロも記事で褒めてましたけど、はい、本当に自分のターンに打てないのとかピッチで打てないのとか含めてすごい素晴らしい調整だなと思いますけどね。自分のターンにも打てるとやっぱちょっと強すぎたなと思いますが、はい、コンボデッキが使っちゃうんで、はい、それができないのがすごいいいバランスだなと思います。まあ、それゆえのマモダンでコントロールが使ってくるということで、まあコンボデッキ使えたらもう結構終わりで、もうレガシーと並んでしまうまあ、クリーチャー消せないのとかも本当にいいバランスだなと思いますし、そうですね、クリーチャーでない呪文一つを対象として打ち消すということで、さあ第2ゲーム、ここ滝村選手はゲーム続けて落としてしまうとかなり辛い展開にはなってしまうかなと思います。そうですね、先ほどちょっとまんまりガンしているのでここはぜひ7枚でキープしたいところですね。しかも後手番でしたね高橋選手。まあ、否定の力はもう本当に先手だろうが後手だろうが、うん、それをひっくり返す力があるということで、さあ第2ゲーム青白コントロール対ドレッジ、1本目は高橋選手が取っています。さあドレッジの高橋滝村選手取り返せるか、マリガンチェックはどうでしょう。高橋選手は否定の力はあるんですけど、それ以外がかなり弱いですね。否定の力、テフェリー、青命令、土地4、序盤にちょっと何もしないカードが、まあ、本当に否定の力しかないって感じですね。さあ高宮選手は名前キープ、ここで動いたということは1ターン目から何かしらのアクションがあると、まあ、そうですね、強いところだけでも2個ありますからね。進行なきモナサリと叫び角笛、一番弱いのが燃焼 X0、ここは叫び角笛、これもねなんか効果だけ見ると本当にそうですね、ただ構築級なんだってびっくりするんですけど、蓄積カウンター3つ置かれて1個使うごとに2枚のカードをデッキから削るということで、まあ、計6枚分
そうですね、もうドレッジ1枚落ちればもう十分だと。そう落ちたのは燃焼、そしてアップキープに使って、さあしかし発掘持ちはちょっと落ちなかったみたいですね。さあ1枚からおプロモ版の進行なきこのアサリ、これは否定の力使うか、使いそうですけどね。さあ否定の力をコマの手フェイをコストにしてキャストという、まあね、フラッシュバックさせない、うん、そうですね、追放という能力で打ち消しだったらいいんですけどね。滝村選手の手札はもうかなり弱いですね。燃焼と土地以外はちょっと意味がなさそうな、ドロー進めるカードが何もないところで、さあそしてアップキープは凍結機、ここでも手札にも凍結機、さあ2マナ、ここ燃焼を打ちますね、うん、そうですね、ディスカードして燃焼を X いくつで打つか、手札は5枚、まあ、とりあえず凍結機と保護体を捨てたいですね。3枚捨てて X3 ですね、そして上陸からの凍結機が戻ってきて、さらに秘蔵の保護体が戻ってくるということで、完全にディスカードのアドバンテージを無視してチャラにして戻ってきました、この3体のクリーチャー。さあこれで滝村選手の盤面はしっかり着陸が作れたんで、あとは高橋選手の、うん、リアクション、そうですね、奇跡がまあでもここで奇跡が来たらちょっとねそうですね、このタイミングかなりきついですね、なんでやねんって言いたくなってしまいますがさあしのぎきれるか高橋選手、さすがにここは奇跡起きず、さあ3段目、あ、なんか言ってますねここかなり勝負どころですからねさすがに起こせないカイ選手の手札には土地がかなり多めに見えますね。青コマともう1枚がナンセットですかね。どんなここは廃墟の地で一旦緑マナ潰してきました。やっぱり浄土家の生命とかそういうカードをケアしているでしょうか、うん、そうですね、まあ、1回打たれる前だとだとやっぱりもう1回緑マナ回収されちゃうと廃墟の地してもあんま意味なくなっちゃうので、うん、この緑マナがゼロっていう状態は高橋選手としてはかなりいいんですが、さあそれはそれとしてとにかく盤面をなんとかしなければいけないので7点クロックですからね。まああと3ターン、さあターン返します。滝村選手はこのままゲームを決めたいところですね。アタックして7点、ライフは残り9ということで、お X0、ここは燃焼としていきます。さあ一応竹村選手盤面ぴったりですね、はい、9点これで引けず、あ、しかし高橋選手まだ青駒で粘れるか2人ともかなり笑ってるように週末に関して多分なんかいろいろ言ってると思うんですけど高橋選手があんなにくるくるさせるのはなかなか見ないですからねまあ、奇跡ってすごいですね、うん、こんなにもうほんとただのドローだけにこんなにミラクルが詰まっている、ね、もうかなり力こもったドローでしたね。さあ4マナ、滝村選手は盤面7点クロック、そして墓地の燃焼で、まあ、ドロー1回挟むことによって合計9点と、そうですね、ちょうど9点。高橋選手は何をするかちょっと迷っている、まあ、パッと見思いつくのはナーセットから、パスとか探すか青駒でタップでしのぐか、うん、一応青駒タップでこのターン週末引いた場合ちょっと損しますよね、青駒から入った場合、うん、ダメージは一番少なく済むと思うんですけど、次のターンまで青駒を待った場合は
白丸浮かした状態で行われているんで奇跡したときにちゃんと打てる、はいはい、さあここは何も動かずターンエンドということで、さあコンバット対応してクリーチャーフルタップとドローですかね。そうですね。さあバンス、バンスしてバンスフルタップ。まあ、これによって一応クロックが4点に収まりましたが、かなりやっぱりプレー硬いですね。もうそのたまたまの奇跡には期待しないと。一応手段戻ったことによって、そうですね、クロックが4に落ちて、はい、次のターンも多分足りないですね。高橋選手が何も引かなかったとしても4点で残りが5で4点か。あ、ここでもう燃焼打っちゃいましたね。3点打って残りが6、そして発掘持ちのちょうどからの生命が墓地に落ちました。ね、これでもう竹村選手ハイヨル恐怖一発でも良くなるんで、高橋選手このターンのダメージも抑えないと厳しい。うん、逆に竹村選手は発掘ずっと続けてハイヨル恐怖2枚でもいいんで。あ、ただここで浄土からの生命緑マナがないので、あ、そう、発掘ずっとはできないですね。さっきの廃墟の血がそうですね、ここで効いてるといった形でしょうか。この端子ですね、このここで4点入るとかなりでかいですけどね。ハイより恐怖やっぱ一発で良くなるとだいぶ楽なんで。デッキに4枚入っていて残り枚数も多分、まあ、けどまだまだいっぱいありますね。45分の4ぐらいの、まあ、数ターンのうちに引き当てるだろうみたいな。またあれですね、発掘できる回数自体は限られてるんで、高橋選手ここはナーセット2枚とジェイスが1枚。津村さん的にはどう動くでしょう。まあ、一応多分ジェイスでバウンスとかも多分視野に入れてるとは思うんですけど、ナーセットの場合はもう本当にあの凝結機に触れるカードがめくれなかったらかなりきついですね。ライフが2まで落ちちゃうんで、ジェイスを出すんだったらバウンスすると思うんですが、単純に見れる枚数はナーセットの方が多いんで。さあここどちらを選択するか、神高橋選手。まあ、ジェイスから行った方がそうですけど、滝村選手ももうちょっとジェイスに構ってられなそうなので、うん、お、しかしここは土地を置いて4枚。さあ精神受けるものです。そして小術見ましたね。プラスでもうライフが2になるのはしょうがない。さあここ発掘します。3枚中にあるかない。さあまずは第一関門。とりあえずはこのターンは生き延びた。そうですね。という形ですかね。そしてもう竹村選手また多分ドレッジカード落ちなかったんで次から通常ドローするしかない。ハイヨル恐怖もちょっと期待できない。さあアタックは。ここはプレイヤーアタックで残りライフは2。中途半端にジェイスを残すよりもライフを削るという選択ですかね。さあしかしまだまだとりあえずあの目の前の凝結機2体をまずはしっかり対処しないと。またこの段6マナ目もあるんで、週末引いた場合は普通にキャストできますね。さあここはゼロをキャスゼロで、しかし何1枚もない、除去はないですね。否定の力もちょっと今の盤面ではあまり役には立たないでしょう。さあこの状態だと、まあ適当なものを2枚戻してナーセット出してプラスして、で選択からの奇跡しか多分もう残れない気がしますね。まだ本当にワンチャンはあります。ワンチャン無形の1枚まだ1枚持ってないんで瞬章とかでもダメって感じです。瞬章は手に加えられないか。そうですね、ナーセット、うん、ここは難しい選択。他2枚土地を戻しますかね。一応除去除去でも大丈夫ですか。ナーセットとオプトが両方除去を届けてくれた場合も大丈夫ですけど、どのプランであれかなり確率は低そうですけど、ナーセットで
まあ、残り2枚ですからね、ここから見れるのが。上の2枚分かっているので、ナーセットを使ったとしても。オプトからミラクルは本当にミラクルレベルの確率の低さですからね。さあ、おっと、否定の力のみ。これだともう一つしかないですね。本当に奇跡を起こすしかない。はい、いや、そんな。心負けないですよ、もう本当にもう一種類だけですね。この場は何とかできるな。はい、3マナしかないんで、瞬章もダメなんで、もう本当に。竹村選手は通常ドローで先頭あるか、起こせるのが奇跡。選択打ちます。いや、そんな、まさかね。下に送って、なんだドローは。おお、ないか。バスツーエグザイルでは残り2点が取られてしまうということで、福岡選手も手を差し出しました、ね、両手をあるのあるのみたいなね。はい、というわけで第2ゲームは竹村選手が勝利いたしました。まあ、これで 1-1 という折り返しということで、まあ、高橋選手は一本取れたらいいなと言ってたので、まあ、かなりギリギリでしたけどね、はい、あそこジェイスのターン相当難しかったですけどね。あそこバウンスしてた場合、滝村さんジェイス落とせなかったと思うんだけどな。ライフ6だったんで、はい、まあ、ジェイス出してバウンスしたら強血鬼1体だけで、ライフ6のアンちゃん自身を狙うか、ジェイスを確実に落とすか。でジェイスを落とされた場合は、高橋選手手札がナーセットだったんで、まあ、その方がターン数は伸びたかなって気はしましたけどね。かなり今熱い展開で、本当にギリギリの滝村選手もかなり追い込まれてたんでもう緑マナ引かなきゃゲームにならないみたいな。なんかでもここまでゲーム展開見てると、有利本当についてるのかなってちょっとドレッジに思ってしまいますけども。まあ、そうです。高橋選手もあの否定の力ちゃんと引いてたりもありますけど、いや、すごい手堅い青白コンのマスター。そうですね、高橋選手もやっぱ。さあ、ここらサイドボードなりますが、さあ、じゃあ一旦ちょっと高橋選手のサイドボードを見たいので、ちょっとデッキお願いします。高橋選手の、あ、ごめんなさい、ちょっと盤面見てていいですか。ごめんなさい、すいません、大丈夫です、はい、彼のサイドインアウトがちょうど見れる。あ、これ見れるんですね。デッキストはじゃあ、まあ、こちらで、はい、デッキストハレリアのページから見れるんで、はい、ちょっとあの展開の粛清何枚入れるかと瞬章何枚抜くか気になったんですけど、今見てる感じだともう結構瞬章はがっつり残してパージは全然入れないように見えましたね。高橋選手の方は安らかなる眠りを張ってしまうと自分の瞬章もただ2位になってしまうとは思うんですけど、またとはいえやっぱり毎回引けるわけじゃないですし、あのルケーの道とか使い回すのは強いんで、瞬章1枚だけですから3枚残し、謎めいた命令もっと抜くかなと思ったんですけど、あんまり抜いてませんね。1枚しか抜いてなさそうだったんで。はい、というわけでサイドボードリストになりますが、サイドボードに安らかなる眠り取っていると瞬章どうするのかみたいな問題って結構昔からどうするのみたいなあると思うんですけど、そうですね、さっきの状態も山と、赤黒ランドしかなくて、竹村選手が黒マナを直で引かない限りは強血鬼は出せなかったんで、竹村選手の方はやはりその墓地帯に対する対策カードを入れてくるっていう感じですかね。そうですね、自然の要求、まあ、今回相手のサイドボード分かってるんで、もう安らかな眠り3枚と大阻止の遺産1枚、合計4枚の対象があるんで、自然の要求全力で入れて、まあ、基本的にその墓地関連のカードを抜くんじゃないかなと思います、ね、ハイオル恐怖4枚と燃焼2枚と、はいはい、まあ、ちょっとさっきから燃焼もかなり活躍してくれてはいるんですけど、あとは叫び角笛、僕が入れようとしたら7枚ぐらいだったんで、自然の要求4枚、思考囲い2枚、暗殺者の戦利品の合計7枚だったんで、はい、燃焼2枚、ハイエル恐怖4枚、叫び角笛で合計7枚かなと。サイド後はパイロマンサーきっとやってくれるんで、いらないカードも捨てられますし、はいはい、まあ、黒く高いですしね。この1枚活躍するかと。僕ミッドレンジめっちゃ好きなんで、このカードかなり好き。ワルズパイロマンスめっちゃ好きって、ね、そうですね、まあ、ジャンドも好きなんです、はい、もうどっちにも入ってるんで、もうかなり強 い, いやミッドレンジらしからぬクロックが形成できるのが、またやっぱミッドレンジってどうしてもその必要なカードと不要なカードってメインボードはっきりしてるんで、はい、不要なカードをちゃんと捨てて有効牌になってくれればいいなと。なるほど、ま
この第3ゲーム以降、まあ、サイドボード後から結構本番というか、まあ、コンボデッキにとってはそうですね、かなと思われるので、まあ、実際ロンドンマリガンは本当にサイドボード後のカードもかなり引きやすくなりますからね、はい、力戦とかも本当にもう引こうと思えば引くことは容易であると。ただあまりにやっぱりその力戦だけを目指してやるとゲーム普通に相手が、俗に言うクソビートと言われるしょうもないビートダウンとかに対応できなかったりするんで、まあ、あと相手がリッチャーちゃんと持ってたりとか、まあ、どこまでやるかっていうのは結構、うん、そうですね、難しいところですね。そうなんですね、歴戦の愚連術師、最初カード2枚捨てないと2枚引けないと思ってたんですけど、っていうと0枚でも2枚引けるという。最初この名前ちょっと強さの割に偉そうだなと思ってしまったんですけどいやもう その名にたがわぬ強かった。いやめちゃくちゃ強いです失礼しました。ヤンパイの方が強くねって最初思ってて、いや、もうちょっと思ったんですけど、強くなった割に、そんな出さないやんとか。名前英語最初に見て、シーズンドパイロマンだって、もう熟したみたいな、うん、もう成熟したみたいな、うん、ほんまかと思った成熟してました、めちゃくちゃ強かった。なるほど。さあ、ちょっとこのマッチでは見えるかどうか。なんかサイド後残してると思います、はい。ぜひ見たいところでありますが、まあ、それこそ相手が墓地対策引いてないときに、うん、あの腐ってる自然の要求を捨てたりとか、自然の要求を求めていらないカードを捨ててカードを引いたりとかもできるんで。さあ、というわけで第14期モダンシン決定戦第3ゲーム、神高橋優太選手の青白コントロール対挑戦者滝村和之選手のドレッジ、ここまでは1対1の対位ということで、サイドボード後の戦いになります。さあ、マリガンチェック、サイド後の方がお互いマリガン難しくなりますね。歴戦のグレンジ氏、何パイって呼んでますか？何パイと呼んでないですねさあ、高橋選手も手前に見えますね、はい、安らかなる眠りが2ターン目に置かれるでしょう。さあ、竹村選手の方は宝石鉱山からの思考はこれ、これは素晴らしい、もちろんもちろん抜くよみたいなそうですね、メモらないとレストインピースだけは。さあ、ナーセットマナ漏出、精神を刻むものジェイス、安らかなる眠り、もちろん落とすのは安らかなる眠り。さあ、ただ高橋選手もとはいえマナリークからナーセットに、うん、はい、つなげられるんで、おじぱい、先輩ですね、先輩にしましょう分かりづらいさあ、ここで叫び角笛、ここフェチ切ったということはマナリーク打ちでしたね。 して、まあ、そのまま何もない状態でナーセットにつなげて、ただ手札に竹村選手おそらく信仰なき物あさりがありそうでしたが、さあ、ここ叫びつないで消されていきますが、まだ土地は置いてないから、続いてきました、信仰なき物あさり、2枚引いて、お、凍結鬼と浄土からの生命、これはかなり先ほどまでね、はい、全く見れてませんでしたが、発掘持ちが、いや、素晴らしいですね。高橋選手もすごい極上の初手だったんですけど、はい、思考が濃いとそれだけで、ここでしかし2枚持ってきた、安らかなる眠り、これ何でも探せるのずるいですね本当にさあ、墓地からは発掘では浄土からの生命と山と安堵の再会、ちょっとね、できればここでクリーチャーがもっともっと出るとありがたいところだったんですが、これちょっと凍結機のみか、そうですね、1体だけですね。ここだとなんか持ち置いて悪者探したいなというイメージなんですけども、ん、悪者を、あの、フラッシュバックしてなんかナーセット、ん、あ、そっか、引かせてくれないです、そんな置いたら許さない僕もやっぱりアンリコ打ってからは、あ、もう単純にディスカードで使うのか、
はい、もうここで。ん、あ、じゃあできない。あ、そうかそうか。確かに。多分ドレッジできないはずですが、ちょっと待ってください。ちょっと確認しに行きます。少々お待ちください。多分できないと思うんですけどね。さあここまあただ2人が1本目もカウンターしてたので、もしかすると我々が勘違い、いや我々が勘違いしてる可能性もある。大丈夫。あ、できる。ああ、はいはい、なるほど。はい、なるほど。あ、今さっき最初のドローはドローしてない。そう、ファーストドローを、浄土からの生命で痴漢してるので、信仰なき門祭の1枚目のドローは通るということですね。普通にドローしてなかったらいいってことですね。ドロー1回でもしてると、はいはい、そもそも痴漢というかドローが起こらないんで、はい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 、何もできないんですけど、そもそも引いてないから、あ、なるほど、まだドローってイベントが起こる状態で、あの信仰なき者のせいで解決すると。あ、はい、失礼しました。はい、失礼いたしました。さすが気づいてませんでした。通常ドローしちゃうとダメなんですね。ドレッジずっとやってれば大丈夫ってことです。さあここはまずナーセット落としに行きます。さあしかし高橋選手手札持っていました。ルケへの道、すみません、青白使っててドレッジと当たったことがなかったいやそういえばそうだと思う、ね、最近ね、ホガークバインが多かったんで、ちょっとその影響もありまして、うん、勉強不足でした。さすがですね分かってました。さ あ, さあここ2枚目は、うん、ここは春宵の魔導士で除去温存ですね。まあもうレストインピースが壊されない限りはただの21なんで、うん、お、ここで爆発域、これは次のターン、そうですね、レストインピース自体は壊せるんですが、しかし高橋選手は、まあ、この後も結構盤石な手札になってそうですね。神が控えているように見えます。さあこう4マナのという状況、手札には精神を刻むものジェイス、そしてレスト、ルケイの道2枚と廃墟地あ、2枚ありますね、はい。さあ4マナで精神を刻むものジェイス、ただちょっとここ引いたとドローはあまり強くないか。これ結構廃墟の地起動もありえた、うん、そうです、それを悩んでたんだと思います。廃墟の地であの爆発的を壊すと、レストインピースが守れるんで、うん、ただここは使わないという選択。さあ高橋選手もここからレストインピースが壊されるんですけど、ジェイスで、うん、また新たな墓地対策を探しに行くと。そうですね、いう感じですかね。まあ、竹村選手ちょっと復旧までやっぱどうしても時間がかかるんで、打ち消し呪文的なものでも大丈夫そうですね。竹村選手が次にディスカードして何かを始めるところを弾くでもそうです。さあ高橋選手はドローする前に、まあ、今トップ2枚がいらないカードなんで、はい、とりあえずライブラリをシャッフルしたいと。さあアップキープです。今ここで廃棄の地を使うかどうか。竹村選手のライブラリーにはまだ山が1枚残ってる、はい、ここ普通にドローしましたね、うん、今日見た援軍がサイドボードから入ってきてますね。さあここで打ち消し引けたのはかなりでかいですね。打ち消し引けたんで次の竹村選手の
ドルチョ回避するようなカードを消せるようになったんで、あ、例えば安らかなる眠りがここで破壊されてしまっても動きを止めると。さあここで高橋選手は爆発機を使わせて山を持ってこさせる、まあ、単純にあれ防げないからですね、どうやっても、はい、どうやっても防げないんで、ライブラリーのシャッフルも兼ねて、はい、そしてさっきポジション確認していましたが山はもうデッキ1枚しかないということで、これで滝村選手はまあ次のターン、はい、取れてもワンアクションだろうと。高橋選手の手札には否定の力もあるので、さあ滝村選手あっという間に土地が2枚になってしまいました。ただし、まあ、安らかなる眠りが壊せたのでここから巻き返せるか、まあ、ただちょっとやっぱ行動回数があまりにも少ないので、はい、ロームしかないですかね。ローム、ローム、インプ、ロームを数値すると、対象が1枚もなくても一応キャスト自体はできます、はい、最大何枚というテキストだったと思います。そして土地はおかずですかね。ここは凝結器を引いた時のという感じですかね。さあ高橋選手はチェイスによってどんどんと手札を、もうスペルに関してはかなり盤石ですけどね、はい、ちゃんとしっかり打ち消していけるんで、引き落ちから2枚引きましたかね今。そうですね、さあブレインストームの後にオプトでやらないカード1枚手札に1枚送って抜けの道と、そしてまた選択、どんどんとライブラリーを進めていきます。今一番引きたいであろう廃墟の地、これあれですね、緑マナ潰すために探してたみたいな、ね、墓地対策か、はい、サージカルとかでも、ね、外科的適質か。さあここで滝村選手緑マナを破壊されてしまいます。デッキにはもう基本土地はありません。さあ滝村選手ここで山1枚になってしまいました。緑マナあと何枚残ってるかという確認してますかね。緑マナ自体はそこそこありそうですが、さあローム、ここは秘蔵の方向体が墓地に落ちます。ただちょっと種が、うん、そうですね、対する高橋選手はもう息切れしない状態になってるんで、そして高橋選手謎めいた命令と外科的適質をもう盤石で引き当てました。あ、白ポンゾ確かにめちゃくちゃ乱絶してますからね。さらに今廃墟の地をもう一枚使いましたね。盤面にはもうカード残すことを許さないみたいな根絶やしにする。さあそしてついに動き出す展開の列柱、もう手札にスペルピアスと否定の力が大量にあるので、うん、回も何をしても勝てる状態にはなってますかね高橋選手。神決定戦は3本選手になります。なのでこれを勝つとリーチということで、さあさらに展開のレッジアタック、徐々にライフを削っていきます。崎村選手もかなりもう時間はないというか、あと2ターン、
土地を置いてターン終了。さあこの感じだともう緑マナストンピングランドも残ってないか。さあ投了ですね。外科的適質を見せてたまらず滝村選手は投了ということで、さあ高橋優太選手2本目、2ゲーム第3ゲーム選手ということで王手かけました。モダンシン防衛王手をかけた神高橋優太選手、最初は結構不利とは言っていましたが、まあ、サイド後はね、いやもう怒涛の枚数ですからね。今滝村選手が序盤落としたんですが、ちょっとその後が、最初して、思考囲いで安らかなる眠りを落として、ね、かなりその後叫びつの上、新婚だけものあさりといい動きしたんですけども、それでもちょっとものあさりがね、あの落ち方があんまり良くなかったですね。まあ、そこはちょっとドレッジは難しいところではありますね。さあ高橋選手、後手ということで、間に合わないマナリークとかを減らして、先手の時は週末0枚にしてましたね。まあ、先手はとにかくその相手のアンドの再開とかをしっかりカウンターして、初動どうにかカウンターできるかっていうところが、アンドの再開はかなりでかいですね、やっぱり。竹宮選手このマッチでまだ一度も満足に使えてないですよね、安藤再開は。そうですね、ディスカードしただけとかカウンターされてみたいな、一回も通ってはないですよね多分。はい、高橋城盤石よ本当に堅牢な城ですね高橋選手。多分この感じだと来週は青白コンで高橋選手が出るんじゃないかなと思うんですけどねどういう構築に仕上げるのか、まあ、ちょっと今回尖ってた構成と言ってましたけどね、はい、確かに精神の傷の文字も4枚入ってるということで、まあ、これは週末が入ってる関係上ちょっと仕方がないというか、もうコンボみたいなもんなんで、週末を戻して奇跡するっていう、まあ、この形に合わせてきたという感じですかね。さあ第14期モダンシン決定戦、神高橋優太選手の青白コントロール対挑戦者滝村和之選手のドレッジの対戦。第3ゲーム終わって高橋選手が2本勝利いたしましたあと1本勝てば神の座防衛ということで、感動再開がなんであんなカードになっちゃったんですかねっていうまあでもあそこに至るまできっといろんな困難を乗り越えてようやく再開できたというストーリーをきっと表してるんじゃないかと、まあ、2枚ちょっとさまざまな困難を再開自体けど すんなりしてた気がしますけど、ストーリー的には確かどうだった確かすって出会ってた気がしなくもないまだ久しぶりのね出会いだったというチャンドラーからだし戻ってきてみたいな。まあ、苦しめる声のほぼ上位互換みたいな、完全上位互換ですねまあちょっとその打ち消された時のデメリットはすごいですけど、苦しめる声も相当結構いいカードでしたけど、それをさらに上回ってくるということで、カードが引ければ感動するから確かにさあということで第4ゲーム始まるとしています。さあここまでは高橋選手が有利な状態で進んできましたが、第4ゲームはどうなるか。あ、うまい、別れ手札を捨てる、引く、再開、枚数変わらず&ちょっとうまい気がします。そう、連絡も結構もうモダンもレガシーでも使われてますね、年と6番僕めちゃくちゃ好きですね、あれもミッドレンジおじさんにはもうたまらない1枚ですね。いや、あれで結構レガシーとかで不毛の大地を連打されると本当にそうですねほんまって今までやっぱ土地を壊されてた側が、はい、土地単のランドを壊しきって勝つときは最高に気分がいいですねまあ、カナスレとかは今入ってますよね、3枚ぐらい、もう100年分の恨みといって今までの全てのランデスされた土地の恨み、いや本当にあのカード強すぎてもうタフネス1がちょっと人権なくなっちゃったみたいな
はい、もう来週のプロツアーでもモダンでもかなり活躍するんじゃないかなと思いますけど、うん、さあマリガンチェックです。竹村選手ここ取り返して逆王手かけられるか。高江選手は否定の力ありますね。墓地対策こそないんですが比較的バランスはいい、うん、土地3枚そうですね、土地もちゃんとありますしオプトもありますし、うん、さあ対する竹村選手はマリガン、ここは厳しめの手札何でしたか。あんまり何もなかったみたいな感じですかね。竹村選手の方はちょっと見えませんでしたけど、うん、否定の力相手のマリガンもちょっと枚数は結構大きそうな気がしますね。6枚とか5枚になれば、はい、まあ、その分のアドバンテージ、ディスアドバンテージが緩和されるっていう感じですかね。まあ、そもそも相手がそんなに仕掛ける回数が多くなくなるんで、うん、1回さえしのいでしまえば連絡令和のしぎれって言われてますねいやちょっと僕の中でしぎれを超えてる可能性が本当ですかすごいですからね。まあ しぎれでアンシーから出てくるの確かに反則か、そうですね、だから 色がいいですね。やっぱちゃんとルールを守ってる感がしげれ守ってないんだけどしげれはルール違反したらルール違反ら警察が出てくる。まあ緑まだないけどしげれやるからいっかみたいなありましたからね。本当に使えた頃ボルツァ来週どんなデッキ出るか結構楽しみですね。今回けど本当に何でもいると思いますからね、うん、墓地デッキも端泣きにして弱くなったとは言われてますけど、この竹村選手のドレッジが筆頭で、まあ、ホガーク自体もまだまだ勝ってるんで、結構キーパーツ禁止されてもまだ生きてるってすごいですね。本当にどんだけ恐ろしかったかっていう。さあ竹村選手マリガン後のハンドです。ハンドもうかなりベストに近いんですけど、土地も2枚ありますし、もうアンドの再開さえ通ればむちゃくちゃいい手札ですね、はい、ここはキープして鳴子メーバーデッキの下に戻します。さあ高橋選手は神ジェイス引きました。お互いフェッチランド浮いて終了ですが、竹村選手は多分続いてアンドの再開でしょう。さあ一応通ればもうドレッジ祭りが始まりますが、うん、これですかね、やっぱ安らかなる眠りがあるかもみたいな懸念ってあるんですかね。まあでもどのうち行くしかなそうですからね、うん、待ってれば待ってる分だけちょっと不利になっちゃう感じですかね。やっぱドレッジは、まあ、引っかかるカードが増えますよね、うん、それこそ開始のターンで安らかなる眠りが増えたりとか、うん、出るだけで意味がなくなっちゃうんで。高橋選手この状態でも打てるスペルかなりデッキに入ってるんですけど、呪文貫き2枚、呪文はめ、否定の力4枚って入ってるんで。さあ竹村選手はヘッジを切って動きました。これやはりアンドの再開を打つでしょう。持ってきたのは踏み鳴らされる血。ハンドを再開してるのは何でしょうかね。結構、ゴルガリの教官と凶結鬼とかがいたような気もしますが、そうですね、今凶結鬼は引きましたが、まあ普通にドレッジ捨てていきそうですけどね。まあ墓地を肥やしたい。ちょっと多分今追加の土地も持ってなかった気がするんで、3枚目の土地があった場合は凶結鬼捨てるとかも検討するかなと思うんですけど。さあ土地置いてアンドの再開。コストは凶結鬼も捨てる候補には入ってそうですが、ここは秘蔵の縫合体とゴルカリの教官。さあ対する高橋選手は島持ってきました。手札に呪文貫きありましたかね。いやオプトがあったと思うんで、はい、先にオプトから入るのかもしれません。まあどの道、うん、ほぼ確定でこのアンドの再開打ち消すんですけど、オプトでいらないものが青いカードがあったらそれをコストにするみたいな、まあ、それもありますし、あと単純にちょっと相手が手札を読みづらくなる、
このオプトで否定の力を探したようにも見えるんで、うん、とりあえず先に打つことで自分の選択肢も広げつつ相手の手札を読ませづらく。さあこの選択、高橋選手は上か下か悩んでいるように思います。この上のカードかなり悩んでますね。なんでしょうね、こういうの予想するのすごい好きなんですけど、これはかなりハードルが高いですね。なんかプレンズウォーカーだったら下に送ってしまいそうな気もしますし、まあ、何セットぐらいですかね。何セットだって上置きそうですけどね。はい、まあ、墓地帯だったらそのまま引くでしょうし、で墓地帯でもなくて次のターンにも唱えられないカードっていうのはほぼ確定かなと思います。次のターン唱えられるカードだったら今手札的にほぼ手に取ると思うんで、うん、次の段唱えられず、まあ、そういう意味では確かにナーセットとかいい線いってるかもしれないですね。怖っ、答えわからない。見せてくれない。さあここで廃棄の地引きましたね。まあ、ここは否定の力でジェイス追放と。なかなかアンドの再開打たせてくれないですね。さあ高橋選手はというのはオプト2枚とあと白いカードパスですかね。パスですかね。あ、週末か。あ、そう、確かに週末です、失礼しました。さあ選択メインで打ちました。まあ、サージカルが引ければドレッジするカードを抜いてしまいたい、うん、またここもかなり時間をかけていますね。さあそのまま引きました。もうジェイスをそのまま引きましたね。これは、まあ、多分手札に週末があることも加味してだと思うんですけど、うん、さあそして竹村選手のターンに戻ってゴルガリの教官は何もせずターン終了。さあこうなるとがぜん高橋選手のペース、うん、ドローに緑マナを潰して、あ、しかもちょうど今そうですね、今のドローがロームでしたね。一旦のズレが、そして山ももうないですね、さっき落ちちゃったんで、いやすごい間が悪いというか山の2枚目自体にはそんなに価値がないんですけど、ちょっとその、はい、まさに今ロームを引いたというのが最悪ですね。で高橋選手はここでジェイスを着地させて週末もトップに戻しつつ、ここなるとちょっと滝村選手何もできずに厳しいですね。ちょっと落ち方も悪かったですね。さあそして高橋選手選択で手札を整えに行きます。おお、そしてサージカル、いやーかなりもう神の引きと言ってもいいんじゃないでしょうか。さあそして精神を刻むジェイスが着地します。いやこの上に置かれるのが使われて一番嫌ですよね。ここまで来るともう、そして見えてしまいました、安らかなる眠りもここで到着ということで、あっとここで、あ、いやまだ追放ですね。ここでさあそして動けない。とりあえずは出せはするが、叫びつの上はちょっとこのターン何もせずといったところでしょうか。そしてジェイスで手札どんどん整えられていきます。もうかなり盤石なモードに入ってしまったような感じですね。さあようやく2枚目の土地がめくれましたが何もできず、まあ、超えなきゃいけないハードルが多いですね。ちょっとまずはレスインピース壊さなきゃいけないんで、うん、さあその間今高橋選手はどんどんとライブラリーを掘り進めていきます。そして廃棄の地がもう1枚と、いやそうですよ、結構廃棄の地でゲームをか決め勝ちに行くような、そうですね、この場合だと緑まだ1回
自然の要求で使わなきゃいけないんで、うん、レストインピース破壊する際にそこで緑マナー壊されてしまうと、うん、浄土からの生命が打てない。そして信仰なき者あさりも謎めいた命令でカウンターされてしまいます。カウンターだらけ。手札にはもう否定の力3枚手札にありますね。そろそろマナが余れば列柱がもうこのターン動きそうですかね。そう、3マナ余ってれば殴っても問題ないと思います。やっぱり3マナっていうのは結構そういうサインというか、はい、まあ、単純に手札にあるカードが使えるマナがあるんで、はい、3マナ溜まったんで殴ろうと、はい、まあ、2アクション取れるかもしれないですけど、ね、もしかしたらマナリークプラス呪文つなぎぐらいあるかもしれないですけど、まあ、でもどうやっても2アクション取れますね。マナリークプラス外科プラス大量の否定の力が、うん、もう盤石の無盤石と。さあ列柱でどんどんと相手のライフを削っていきます。ルケの道をディスカードということで、ここはもうかなり苦しい竹村選手。さあさらにライフ削っていきます。残りライフは5ですかね。もうフェッチも切れないんで、はい、このターンがほぼ最後ですね、うん、ライフ1になったらもうほぼ。そしてようやく到着した緑マナ、ですがここは自ら手を差し伸べました木村選手。